2000年から2021年、この20年間で優勝したチームって、どんなチームが優勝したのかっていうのを、なんか、誰だっけ？デリーさんが、デリーじゃなかった、ケリーさんが。やっぱり NBA ってシングルエースのチームはほとんどなくて、少なくともダブルエースなんね。エース2人いますよっていう。20年間優勝してきたチームも必ずエース級の選手が2人いる状況。じゃあそのエース2人がどんぐらい同じ期間そのチームでプレーして、その結果優勝できてるかみたいなのを、なんかケリーさんがグラフにしてくれてたんだ。これ。優勝チームのレギュラーシーズン平均得点上位2名が一緒にプレーしてた年数で、2001年から2021年、この20年間をグラフ化してて、で、2001年に優勝したのはレイカーズです。で、このレイカーズ当時いた平均得点上位2名、言ったらエース2人が一緒にプレーした年数っていうのは6年。6年一緒にプレーして、まあ、レイカーズは優勝できたと、この年ね。で、その次、スパーズなんだけど、スパーズは2年で優勝してましたと。っていうのがずらーってあって、で、さっきあったバックスっていうのは、ミドルトンとヤニスが8年間一緒にプレーし続けて、ようやく優勝できたよね、去年。で、逆にスパーズは一番バケモンで、13年間。で、ティム・ダンカンとトニー・パーカーかな？ジノビリかな？が一緒に13年間プレーし続けて、まあその間に1、2、3、4回、まあ、優勝してるわけだけど。まあでもちょっとスパーズは置いといて、まあバックスからの選手を、バックスからのデータをちょっと平均してみると、まあ大体3年ぐらい。3年ぐらいエース2人がプレーし続ければ、まあ優勝できる確率が上がるみたいなのがあって。そう、だからまあさっきバックスの話になったから、ついでにこの話するけど。だレイカーズも1年で優勝してるし、ラプターズも1年で優勝してるし、ウォリアーズはまあ KD だよね、ここは。KD が1年目も2年目も優勝してて。これを見て結構悲しくなった。俺はやっぱバックスとかスパーズみたいなチームが優勝するべきだと思ってるんだけど、やっぱ NBA レベルになると、2人の、なんだろう、その経験値とかの問題っていうのはそんなになくて、2人が集まって、その1年目で優勝しちゃうケースも多々あるから、だからそれだけマンパワーの力がどれだけ大事かっていうね、優勝するために。そう、だからブレイザーズがあそこまで優勝できないってなると、もう、だからマンパワーが足りなかったね。リラード・マカラムのマンパワーが足りなかったとも言えるし、終わります。お疲れ様でした。